目あるよ。どんなキラーでも立ち上がれられる。そだけど、ダメの範囲。本当に普段のスキルチェックバンバンするでしょ。普段はスキルチェックバンバンするの。例えばここ一番とか強い時の方がスキルチェック跳ね上がんない。なんでかやる。どうしちゃうの。回復しろよ。もう無理だから構えねえから。そんなレベルとこんなレベルとゲームしてどうやってやんの。なんで回復しねえで発電機回してんの。こんなさキャンプ気味なようなやつがいてさ、マジムカつくよな。こんなレベルのやつらとゲームをしてるっていう、こんなレベルって言われても当たり前だろ。子供でもわかんだろこんなもんよ。回復しないで発電機回す。いらないだろ、そんな発電機回さなくたって。何よ。どっちに火も火があるよ。あんな発電機なんかいらねえだろ。回復しろよ、まず。つくよな。本当に迷惑しかかけねえやつらとゲームすると本当に最悪だもんな。ゲームやってよ、発電機触んねえやつって最悪好きだよこいつよ。どうすべきなの。遅えわまずよ。なんでこんな遅えんだよ。もう発電機回しとけ。もういいからもう。いや何やってんだよ。おまんねえだろうよ。医療もらわないと終わんねえし。やってんだよまずよ。だよこれ。だろうこれ。なんでこんな立ち回りしてんだろう。みんなのチェイスって発電機常に回んない立ち回りして
で、二人がもうそこにいるんで、救助体制当然入るんでしょ、もう。もうそこが見えてるから、俺は動いてる、次ならいいってよ。俺がどれだけすごいか知ってる？この行動、野良モブできないから。発電機一辺倒とかわけわかんないな、野良モブって。さっきのチームも。マジで向かってるわ、もう。何やってんの。動かない、動かない。絶対動かない。合わせ時間を作んないと、俺がやられた瞬間もうゲーム終わり。親の天皇さんだから。そこが回んないと、ここまで。回さないと勝てないこのゲーム。それくらいの天皇さん。親回りが回ったのか。だから帰れば行く分だけ上がるな。あ、小屋だね、多分小屋回りや。みんなこっち来たじゃん。戦略的に回せるやつがいないんだもん。エースがいないの、このチームには。だからね、発電機回しってやるやつがいて、もう回せるやつがいないっていう状況で、もうくったらないことやってるでしょ。釣らせないように、あと1台回しゃいいのに。もう才能がねえからさ、あと1台を回しゃいいんだよ。あと1台回すことすらできない。あと1台ただ回しゃいいだけのゲーム。あと1台回せないの。こいつらもうさっきから見てるけどさ、ゲーム破棄しないでんもんね。さっきのスカイマーケットのライトマンとかもそう。結局1台回せないでしょ。だからそれは遭難に決まってんだろ。発電機が触ってないんだから。発電機触らないやでどうやって勝つんだろうって、俺不思議な不思議でっていう。誰も触らないんだから勝てねえだろ。向こうのところを使ってくれるわけでもなく。発電機で協力してくれないの。もう発信ないでもね、味方を、チームを救えばいいって。ほら、もう邪魔ばっかりしてんの。勝てない原因、こんな奴らと組まされてるこっちの身にもなってみろよ。こいつらはこんな奴らだぞ、レベル的には。レベルが低い。こういうのを配信やってたら喜ぶんだよ。リスナーも、リスナーのレベルも高めなきゃいけない。
俺が一番マット。このプレイで発電機触んないんだよ。何やってんだろうと思う。エイダーがやってる間、逃げてる間、二人で回しは勝ちなの。一般のプレイヤー分かるの、余裕で。やってくれないの、それを。こんな簡単なことも。でもうこっちに引きつけてんの。最悪でしかねえだろ、使えねえ奴らとゲームすると。マジ最悪なの、もう。ないわこれ。こんなプレイしかしねえし、毎回こんなプレイだよ。最悪でしかねえよ。これがこれがヒーロージャンデッドバイライズスーパーエース生プレイ。配信見てて、この中で一番仕事してんのネア・カールソンや。俺絶対ネア・カールソンの評価高いで。でもね、どうしようもねえ奴ら。ネア・カールソンは一番ダメだって言うんだよ。いや、一番ネア・カールソンだよ、仕事したのは。ネア・カールソンの評価トップ評価。間違いなくトップ評価。最高に一番大事な発電機回すことが大事だってことに気づいてるから。試合見てわかるもん。くだらないことをされてて、もう。と、時間の無駄でしかないっていう。それで発電機が回んないの。あんなの一人切り捨てればいいんだよ。発電機回しは勝ちなんだよ。で、二人が早くゲート上げればいいんだよ。そういうのが本当のデッドバイなんだよ。破棄しないでんだよ。味方を守ればいいんだっていう。通電して脱げるゲーム。